一足早く衣替えです。福島市の福島成蹊高校では毎年5月下旬に夏服への衣替えを行っていて、初日の今日は多くの生徒がシャツやブラウス1枚の涼しげな姿で登校していました。前とは違って少し涼しくなったので動きやすいかなと思います。久しぶりの夏服なのでちょっと気が引き締まる感じです。明日からテストなのでちょっとそれに向けて頑張りたいです。今日の最高気温は二本松で 27.6 度、福島で 26.2 度など各地で25度を超える夏日となりました。一方、今夜から明日にかけては気圧の谷の影響で雨となるところが多い見込みです。